静岡県知事杯争奪戦 G1 浜名古屋開設63周年記念。今日は前半カードでは3連単満州が3本飛び出しましたが、後半に入ってからは1号艇5連勝、人気サイドの決着が続いています。そんな初日の対戦カードも残すところあと1つ。今回祭はダブルドリーム組まれていまして、今日初日のラストカード第12レースはダブルドリームの第1弾ナオトラドリームです。出揃った6名1二34号6枠番通りにゆっくりとコース体系を固めていきます。圧倒的な一番人気で押されました地元紅枠1号艇菊池康平の陰線です。そして2コース、こちらはシリーズ初戦を迎えます2号艇は松井茂。センターの3コース前半レースは4着でしたが、追い上げが効きそうな気配を見せました3号艇ブス島誠。その奥4コースはダービー以来の浜名湖登場ということになります4号艇は森田俊介。森田が手を後方に今下げていきました。5コースに構える5号艇の白井英二。浜名湖はモーターの25番も有名ですが、ボートの25番も有名。その25番のボートを引き当てたのが白井英二。最アウト6コースが6号艇篠崎仁。篠崎は初戦を2着連帯スタートとしています。ダブルドリーム第1弾のナオトラドリームは今スタートまで残り10秒です。並びは内側から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。ナオトラドリームの12レースへスタートしました。インコース1号艇菊池のセンター勢3番4番コースタート。先に待っていく1号艇菊池に対し2コースから2号艇松井が引いた。3号艇のブス島が外を待っていきまして、内をついてくるのは4号艇の森田俊介。真ん中5番最内6号艇の篠崎旋回バックへ入っていきました。ここはセンター通って一定審判前にいます。先頭は1号艇菊池康平、2番手は4号艇の森田俊介、外からは3号艇ブス島、最内から6号艇の篠崎。12レーススタートは正常でした。2着争いは最内6号艇篠崎入っていく。4号艇切り込んでいった3号艇のブス島、外を回してホームへ折り返しますが、2着争いからわずかに4号艇の森田俊介、相当から追いかける3号艇のブス島3番手、内内4番手から盛り返せるか6号艇の篠崎仁で2周1マークの旋回です。2番手争いはセンター先に回る4号艇の森田俊介、もう一度外を待っていく3号艇ブス島、内内をくるりと待って6号艇篠崎も、2番手は4号艇の森田俊介、3番手が3号艇ブス島誠です。2番手3番手の定冠現在3艇身、そこから4艇身差、篠崎4番手、後方2艇は2号艇5号艇松井と白井の接戦状態です。2周2マークの2番手はセンターから4号艇の森田、また懐に6号艇の篠崎、小回りで入ってきました。外を握りながら3号艇のブス島も、2番手3番手の定冠はここで広がりました。逆に3番手と4番手の定冠は今2艇身ほどでスリット前を通過。3周1マーク外前にいる3号艇のブス島が3番手、外から先に回ろうとする、内から内へとくるりと待って6号艇の篠崎仁でバックへ追いすがりますが、かわしています。3番手は3号艇のブス島、上位体系は変わらず1番4番3番、4番手が6号艇の篠崎仁、5番手6番手は依然として5号艇と2号艇、外が白井英二、内が2号艇松井茂です。最終コーナーの旋回から最後のホームへ帰ってきました。先頭が1号艇菊池、2番手が4号艇の森田、3番手は3号艇のブス島と続いたナオトラドリーム、まもなくゴール。先頭1番菊池五輪、2着は4番の森田です。3着は3番ブス島、続いて6番の篠崎、4着5番2番五輪。